十3298式,式系爆撃機98式系爆撃機98式系爆撃機は、第日本帝国陸軍の軽爆撃機。基板号は三32。故障、略称は98式軽爆、98軽爆など。連合軍のコードネームはメアリー。開発、製造は、川崎航空機。1936年。 陸軍の93式探偵爆撃機の後継機開発指示に川崎が参加し三菱と協作になったのが三32である。川崎では陸軍が購入していたハインケル HE118 を参考に開発を進め1937年3月に試作1号機が完成した。三十二は胴体内に爆弾層を持った単発の中翼機で 空気抵抗の少ないスパッツ付きの固定脚を装備していた。エンジンは自社製の波球を水冷式から液冷式に改良した波球2オツを搭載した。このエンジンは当時の国産エンジンとしては高性能だったものの元のエンジンに改良を重ねたため性能的には限界に近くまた故障が多いものだった。陸軍の審査は1937年5月から 開始された。機32は、性能的には、三菱の機体と、構図付けが高かったが、エンジンの信頼性の低さが問題となり、結局三菱製の機体が97、式季爆撃機として採用された。しかし、島事変の勃発による、新鋭爆撃機の需要に、三菱の生産力が追いつかないと陸軍では判断し、 1937年8月2期32の増加試作機5機の製造を川崎に命じた。翌年完成した増加試作機は各部が改良されており性能向上が見られたため、1938年8月2期32も98式軽爆撃機として正式採用されることになった。川崎ではすぐに大量生産体制を敷き、ピーク時には、 月産50機を記録した。98式軽爆撃機は、機体性能自体は、優れていたものの、エンジンのトラブルが多く大型ラジエーターからの水漏れ、等の故障が頻発するなど整備員泣かせの、機体であった。このため部隊での稼働率は低く、現場での評判は芳しくなかった。それでも品事変の中期以降は、主力軽爆撃機として、 各地で活動し、大東は戦争初期のシンガポールの戦いや、香港攻略戦にも参加した。1942年以降は、前線から引き上げられ、訓練部隊や司令部飛行班に回された。生産は1940年5月まで続けられ、97式系爆撃機を上回る854機が生産された。機マイナス32。ありがとうございます。